里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。前回ですね、はい、あの FA の動画の時にですね、あの、まあ、西牧選手のところで、はい、ピーって音を入れたんですけど、うん、はい、あの世の中の人にあの誤解と憶測を生んで変な感じになっちゃったんですけど、はい、あのコメント欄見た時に何すか素行不良とか、正直それ見た時に僕それまで全く知らなかったんですけど、はい、そんな噂があることも、うん、あの変な感じであの伝わったことによって、あのまあ西牧選手およびですね関係者の皆さんですね、まあちょっと至らないところが多くてですね、ご迷惑、まあ、かけたところはですね、はい、まあ、素直に謝りたいと思います。本当にすみませんでした、はい、すみませんでした、はい、タイはなかったんですけど、はい、あのピーの中のことも、まあ、西牧選手にとってマイナスの面で言ったわけじゃなくて、うん、あんまりあのリアルすぎる話は世の中に出さない方がいいかなと思って、まあね、皆さんのご指摘通りカットすれば良かったんですけど、はい、まあ、あの変な演出になってしまってですね、まあ、この動画のことですね、僕 99% 僕が考えてるんで、まあ、全部僕に非はあるんですけど、まあ、僕を責めてくれるのは全然いいんですけど、あのまあ選手個人とかあの変な憶測とか誤解だけであの話が進みすぎちゃうと、あの多くの迷惑もかかるし、はい、まあ、あの誰かに迷惑をかけたくてこの動画をやってるわけじゃなくて、うん、そのまあ野球ファンの皆さんとか、うん、まあ、これから野球を知ってもらう人とか、まあ、多くの人たちに、まあ、野球界の、まあ、分からないところを知れたりとか、うん、あとは、まあ、あのオフシーズンもね、はい、野球に触れることで、まあ、来季に向けてシーズンインまで半年間ねより楽しめるものを作っていこうっていうところですけど、ちょっと予想以上になんか変な方向に進んじゃって、うん、まあ、これはまあ僕自身の問題ですけど、あの多くの皆さんにご迷惑をおかけしまして、ね、本当に申し訳なかったです、はい、すみません、はい、まあ、噂っていうのも、はい、噂があったかどうかもわからないですけど、はい、多分皆さんがそこ不良なんじゃないかなって、はい、まあ、想像をして、うん、まあ、そういうふうに向けてしまったのも本当にね、そうですね、ちょっと軽率だったかなと、はい、本当に思います。決してそういう問題じゃないっていうことをね、はい、伝えたいのと、西牧選手にとってマイナスの話じゃないっていうところも分かってもらいたいのと、はいはい、そうですね、現役選手、まあ、本当に皆さんにご迷惑がかからないように、そうですね、より楽しんでいただいている動画を、ね、はい、そうですね、撮っていきましょう。だからですね、うん、まあ、今回の件があってですね、はい、まあ、僕も個人的にですね、西牧選手に連絡を取ってですね、はい、まあ、あのこの度のことをですね、まあ、迷惑をかけたと、うん、申し訳なかったと、はい、あの謝罪の連絡をさせてもらってですね、はい、まあ、西牧選手もですね、まあ、心機一転ロッテに入ってですね、うん、まあ、あの新しい人生を歩んでいきたいっていう、まあ、あの話もありましたし、うん、まあ、個人的にはね本当に、まあ、あのまあ僕の古巣でもあるロッテに入って頑張ってもらいたいっていうのもあるし、はい、まあ、あの一番はね、あのみんなが頑張っていけることが大事なんで、はい、あの動画がきっかけになったことは申し訳ないんですけど、まあ、皆さんもですね、個人を攻撃するとかですね、うん、僕は攻撃されてもいいんですけど、あの個人を攻撃するとか、あの憶測とか誤解、まあ、招くような動画を作った僕が問題あるんですけど、あのそういうのでですね、あの間違った情報を世の中に広めないようにしてもらいたい。本当にそれだけはよろしくお願いします、はい、お願いします。でも西牧選手もロッテで本当に活躍してほしいですね。そうですね、うん、で、まあ、あの平沢とね、はい、仙台育英で同じ高校なんですよね。そうなんですよ。だからそこで、まあ、平沢もね最近ちょっとあのなかなか上がり調子じゃないところで、はい、まあね、同じチーム同士だった人間が入って、うん、コミュニケーションを取って切磋琢磨してね、うん、お互いが伸びていけばね、まあ、マリーンズでありながら仙台を温かくできるっていうところもありますし、うん、はい、まあ、本当にまあ頑張ってもらいたいっていうところもありますし、はい、あのまあ、今回はですね本当に皆さんに迷惑かけて本当に申し訳なかったと思います。あとはあるんですよね、はい、なんか。あ、そうなんです。あるんですよね。あの、ちょっと私からも本当に謝りたいことがありまして、はい、あの、その同じ動画の中で、はいはい、私、あの、三馬投手、はい、ゾゾマリンすごい相性いいんですよねって言ったんですよ、はいはい、あのゾゾマリンなんかあったなって印象だけで言っちゃったんですけど、はい、あのすいません、正反対のことを言いました。ゾゾマリン、あの相性最悪というまあでも今年ね、ロッテに対して無四球完投を勝ちしてるところとかもあったりとか、あの、まあ、マリンでも勝った試合もあったんで、はい、あのまあ、僕もそうですけど、あのイメージで喋ってしまうこともありますけど、はい、あのまあこれは皆さんにお伝えしたいのは、あの袴川さんは僕が勝手に喋ることを一生懸命ついてきてくれてるんで、はい、あのコメントで袴川さんもうちょっと勉強してっていう声もありますけど、はい、あの僕についてきてるだけすごいんですよ。あの ほぼ何の打ち合わせもしないで、僕がエンドレスでこういうの喋り回してどんどん喋っていきながら、はい、それをいい感じでついてきてくれてるじゃないですか。 ありがとうございます。ほぼ何も台本もない打ち合わせもないのに、はい、これやりますって言って喋ったところだから、あのそれだけはあの、はい、評価してもらいたいんですよ。まあ、確かに、まあ、僕もね、あの今年で
言うと日本ハム5位なのに6位って言っちゃったりとかですね、はい、まあ、思い込みで喋る、もうちゃんと調べてから喋るよっていうご意見はごもっともなんですけども、はい、基本的には全部僕が考えてるんで、批判は僕に、袴田さんはついてきてくれてるだけなんで、温かく見守ってください、お願いします。まあでも私も変なこと言ったら言ってくださっていいんで、前も言ったじゃないですか、無視されるよりは、まあそうですね、言われた方がこちらも、そうですね、はい、ありがたいので、いろんなコメントをお待ちしております。そうですね、はい、まあ、今回はですね、まあ、ちょっと大きな必要以上になんかこの反響が多いっていうことにちょっとびっくりしてましてですね、はい、西牧選手に無駄な、ね、心配と、あと美馬選手のファンにね、違う情報を持ち込んでしまって本当に申し訳ありませんでした。すいませんでした。いや、アナウンサーっていうのは本当は正確な情報を伝えるっていうところが第一なので、はいはい、うん、心がけます。すいません、頑張ります。でもですね、はい、まあ今日徳島から帰ってきたんですけど、あ、そうなんですか。飛行機出た時に、はい、佐々木さん、佐々木チャンネル見てますよって言われたりですね、はい、京都のね、うん、京都、ちょっと待ってくださいって、はい、調べますから、はい、ちょっとなんか最近、うん、僕ちょっと見余ってましたね、はい、この動画の影響力がすごい強いってこと僕そこまでじゃないのかなと思ってて、いや、だったんですけど、いや、ありがたいですけど、ですね、うん、現役選手も結構見てくださってるんだなっていうのが分かりましたしね、はい、一流になる方法、量より質じゃない、佐々木を教えるっていう動画、はい、ありましたじゃないですか。あれがですね、うん、ツイッターでですね、はい、京都洛中ボーイズの、はい、ツイッターにですね、はい、僕のその動画の URL が貼り付けてありましてですね、はい、部員の皆さん見てくださいっていうのとかが、それでチーム内に、はい、佐々木こんなこと言ってるよみたいなとかがあったりとか、チーム内に回覧されてるってことですからね。そうあとですね、はい、これツイッターなんですけど、うん、ダーマンさんっていう方がですね、はい、ツイッター内でですね、うん、まあ、みんなが揃うと野球大好きすぎて、はい、友達がなんか話題にほったらかしにされるらしいんですよね、はい、で少しでもその輪に混ざりたくて、はい、全く野球わからないんだけど、はい、何から始めればいいのって聞いたら、はい、里崎チャンネルから始めようっていう意外とマニアックな話もしてますけどね、このチャンネル。そうですね、はい、だからなんか最近声かけてくれたり、はい、ちょっと反響の多さにびっくりしてるんで、うん、こうまあ、さらにですね、はい、引き締めてですね、うん、皆さんに楽しめる動画を作っていきたいと思います。はい、はい、お願いします。ということで、でもガンガン言ってくださいね。いきます、はい、エンジンは、はい、弱まらないんで、はい、なんか言ってです、僕は叩いていいんで他の人はやめてください、お願いします。はい、ということで今日はですね、はい、減額制限やります。はい、減額制限、はい、コメントにもあったんですけど、はい、あとツイッターとかでも聞かれることがあって、うん、減額制限って何のためにあるんですかっていう、はい、減額制限って意味あるんですかっていう。確かに、だって減額制限されても飲む人もいるわけじゃないですか、はい、以上行っても、はい、確かに。じゃあ制限って何っていう思うじゃないですか、はい、減額制限以上行っちゃダメっていうことじゃないんですかっていう声があるんですけど、うん、はい、その条項の一文に、はい、減額制限、うん、まあ、1億円超えの年俸の人は、はい、減額 40% までダウンは、うん、はい、で1億円未満の選手にとったら 25% までっていう減額制限が決められてるんですよね、はい、でもそれに続いて本人が了解すればこれの限りではないって書いてるんですよ。あ、だから飲めば別に制限以上言っていいですよっていう、はいはい、だからそんなんだったらこの減額制限とかいらないやないかって思うじゃないですか。あ、思います。でもこれ、はい、デメリットばっかりじゃないっていうことを皆さん分かっておいてほしいんですよ、この減額制限が。え、その制度にメリットもあるってことですか。めちゃくちゃあります。へえ。これ皆さんはね、はい、そんなの 40% 1億円以上 40% して、うん、まあ、50% 80% 下げられてるやないかと、はい、うんうん、25% いったから 40% 下げら、こんなんマイナスやん、減額制限意味ないやんと思う方もいるんですけど、はいはい、これにはすごいメリットもあるんですよ。へえ。だからプラマイがあるんで、そのメリットも考えなきゃいけないんですけど、はい、で逆に言うと、はい、1億円超え 39% ダウンまでだったら、はい、選手側は正直拒否できないんですよ。もう受けるしかないんですよ。そうか、1億円の方が 39% だったら飲むしかない、飲むしかないんですよ、うんうんうん、もう飲むしかない。もし拒否すれば任意引退になって、はい、もうプロ野球界から引退になるんですよね。そっか。でも減額制限以上の場合は、はい、拒否した場合自由契約になれるんですよ、はい、そうすることによって、うん、他の球団と新しく交渉できる権利が生まれるわけですよね。え、 39% で飲まなかったら自由契約にならないんですか。なんないです。えー、
そこも 1% 違うんですか。はい、だからある意味減額制限以上ダウンさせられてる方が幸せなパターンもあるんですよ、はい、選べる選択肢の中で。そっか、拒否したら出れるんで、だからまあ今年で言うと楽天の島選手とか、はい、それを提示されて拒否して自由契約になってヤクルトに行きましたよね、はい、でちょっと前だとオリックスから金子千尋選手とかも、はい、その減額制限以上ダウン提示を飲まないで拒否して自由契約になって日本ハムに行きましたね。違う球団に居場所を求めて行けたわけですね、はいはい、他にもこういうのパターン結構ありますけど、はい、その選択肢ができるっていうところが大きいですよ。そっか、じゃあ島選手ももしかしたらこのままじゃあ 39% ダウンで提示をされました、はい、でも自由契約にならないから飲むしかないで楽天にいざるを得ない、はい、ってなったらまた会合しみたいになったりとか扱い方が悪くなったりするわけじゃないですか、はいはい、でそうなるとできるのはもう調停しかないんですよ、はい、プロ野球調停にかけて、はい、その自分の適正な年俸を審議してもらうになるんですけど、うん、まあ、ほぼ今まで使われたことが5、6人しかないんで、まあ、ほぼなかなかないですし、はい、しかもそれかけた後、うん、あんまり幸せな野球人生は歩まないんですよね、はい、って考えた時にもう飲むしかないんですよ、うん、だから1億円未満の選手が 24% ダウンまでに収められたら、はい、もう飲むしかないんですよ、はい、そうなるよりは減額制限以上にしてもらって、うん、山ちゃんももう出てきますって言って、うん、他の球団と交渉した方が選手にとったらメリットもあるっていうことを考えたら、なるほど、デメリットばっかりじゃない。だから球団側としては、はい、うん、別に嫌なんだったら出て行ってくれてもいいですよっていう意思が少しはあるって思った方がいいですよね。だって、うん、出て行かれたら嫌なんだったら、はい、1億円以上は39までに絶対収めるじゃないですか。そうですね、はい、でもそれ以上出すってことはもう最悪出て行かれてもいいって思われてるんですよ。残ってもいいし、うん、出て行ってもいいよっていう選択肢を与えてるっていう。そう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 、はい、ってなった時に選手はそっちの方が幸せですよね、はい、そんな39ぐらいで収められるより、うんうん、もう41にして 2% ぐらい変わんないじゃないですか、はいはい、それで選択ができる方が、だからある意味、はい、まあ、減額制限以上を提示されるのはある意味幸せです、ね、なるほど。ということは減額制限っていう制度がもしなかったら、はい、その自由契約になるならないじゃなくて、もう戦力外か戦力外じゃないかしかないっていう選択になっちゃうわけですね。そうなんです。そうなるともう意思が、うん、FA 取る以外は意思が自分の意思がないんで、はい、もう 100% ダウンだろうが何パーセントダウンだろうが、うん、もう運って受けるか、はい、引退かしかないんですよ。ああ、なるほど。でも今の制度は減額制限以上提示されたら、うん、ノーって言えるんで、はい、ノー移籍って。あって考えるとですよ、別に減額制限って選択肢が増える制度であって、はい、特にデメリットってなくないですか。選手側にとっては、うん、多分デメリットほぼないです。ないですね。どうせ下がるんですから、はい、下がるときは下がりますもんね、はい、でも減額制限がなかったら、うん、ノー移籍しますって言えないんで。そうですね、はい、あってことはめちゃくちゃいい制度じゃないですか。そうなんです。選手側にとったら僕はいい制度だと思うんですけど、はい、ちょっと世の中的には、うん、そんなんそれ以上ダウンさせへんっていう決まりやのに、うん、何それ以上簡単にダウンしてんや、そんなんおかしいやろってなるんですけど、はい、でも紐解くとこういう内容なんですよ。なる、私本当見方変わりました。見方変わるでしょ、はい、だそれをね、うん、いやもうこれじゃきついから外行っても取ってくれるとこないからもうここでいます、うん、もう選択じゃないですか、はい、うわー、は全然認識違いますね。だから、うん、悪じゃないんですよ、はい、減額制限イコール悪だけじゃないですよ、うん、まあ、全のとこもあるんですよ、はい、うん、なんで制限あんのにそんなにオーバーして下げんの、はい、なんかじゃあ減額制限の意味あんのと思ったけど、ただただ選択肢を与えてる。そうですね。あとはもう駆け引きですね、球団とも、うん、下げるけど出ていかれるかな、いかれないかな、下げて出ていかれなかったら最高やけどどうなんやろな、駆け引きですよね、はい、うん、こいつは下げても出ていかへんやろ、下げよう出ていくのかみたいなね、はい、っていうのもあるし、そこはもう駆け引きですよね、うん、あとはその選手がどれだけ必要とされてるかどうかっていう、選手から見たら物差しでもなりますよね、うんうん、そうですね、はい、減額制限されたら、まあ、戦力外ではないので、うん、残ってもいいよって思われてるし、うんうん、出て行ってもいいよって思われてるから、すごく、うん、まあ、ちょっとまあ悩ましいというか。そうですね。だからいるんだったらいてもいいけど、出て行くんだったら出て行ってもいいよっていうちょっと感じだから、はい、そうですね、そういうチームの意向も、うん、まあ、測れますよね、はい、だから選手にとったらクビにならないことを考えれば、気持ちも分かるし選択肢もできるんで、はい、まあ、全部が全部悪くないっていうね、うんうん、感じです。まあ、減額制限を飲むのもそれはもちろん一つのあれですし、はいはい、違うところに居場所を求めていくのも正解ですし。そうですね、はいはい、ああそうなんだ、減額制限って
そういうことだったんですね。そうなんですよ。だから悪だばっかりじゃないんで、うん、はい、だからここはちょっとね、分からなかったよって方は、はい、今日でまた分かって、はい、契約更改見るのがまた楽しくなってきたと思うんですよ。そうですね。だって今どんどんその、はい、まあ、減額制限オーバーで飲むとかね、ニュース出てるじゃないですか。はい、そうです、そうです、はい、そういうことなんだって思いますね。はい、はい、だからですね、うん、これにつながってですね、はい、次回はですね、はい、契約更改の話します。あれ、一回契約更改の話、まあ、一旦しましたけど、はい、まだありますか。はい、あとまだ世に出てないんで、はい、はい、だからその動画を出すってことですか。はい、その動画を出します。そういうことか。もう撮ったやつを次回っていう。そうです。はい、今日は減額制限で、はい、次回はどうやったら契約がうまくいくかを出しますので、乞うご期待。